の絵を描いていたということが、明らかになっています。でその村越喜英という人の息子、村越幸英という人もそのお父さんの後を継いで寺子屋を経営するんですけども、絵も同じく続けまして、光栄は父の喜英に絵を習うんですけども、そこでもまたその琳派の画風を継いでですね、千住で、その絵師としても活躍していたことが、今回の調査等で明らかになっています。喜英光栄の活躍された時代っていうのは大体どのあたり？お父さんの その喜英はもう本当に幕末ですね。法一が活躍した文化文政の次の時代、本当に江戸時代から明治時代に切り替わるその幕末の時代に、お父さんの喜英は活躍しまして、で、息子の光栄は明治ですね、明治30年代、そうですね、30年代の終わりまでが活躍期間になりますね。琳派の絵師たちに作品を依頼し共に文化活動を行っていたのは宿場町千住の裕福な商家の旦那衆でした。村越喜英が寺子屋を開いたのは千住河原町。その息子光栄は晩年中町氷川神社の近くに住居を構えていました。ここからはですね、はい、喜英光栄の、それぞれの作品について一点一点お話をお伺いしたいんですけれども、はい、分かりました。まず1点目、はい、こちらの作品は、これはですね、夏秋草津屏風といいまして、千住河原町の稲荷神社で、保管されてきた屏風なんですけども、この屏風はですね、ひまわりというのは酒井法一門下の人たち、いわゆる江戸琳派っていうんですけども、江戸琳派の人たちが好んで描いた題材でもあるんですが、そのひまわりから始まりまして、でアーチ型にこう草花が散らされていて、最後にこう、紅葉をしたヌルデなんかが描かれている屏風ですね。で今回見つかった喜英の作品というのはそんなに数が多くないんですが、この作品は本当に喜英の代表作と言ってもいいぐらい、非常に見た目も美しい絵になっていると思います。これは高砂図といいまして、水幅2つの掛け軸でセットになっている絵なんですけれども、沖縄と大名、おじいさんとおばあさんが対にセットになっている絵で、めでたい時に描けられる絵なんですけども、こちらの絵の見どころはですね、よく見ていただきたいのは衣装ですね。おじいさんおばあさんが着ている衣装をですね、こう透けてるんですけども、その下の透けた模様までこうすごく細かく丁寧に描かれていて、喜英という人 の, その力量というのがよく表れている作品だと思います。ただ喜英につきましては息子の光栄ほどですね、その活動の内容というのがちょっとまだわからない点が多くてですね、千住にいつの時点で、こうやってきたのか、それと絵を描いていた時期はどのぐらいなのかとか、あとどのぐらい作品が残っているのかっていう点についてまだちょっと不明なことが多くてですね、今後の調査に今期待しているところですね。その喜英の息子、はい、光栄の作品なんですけれども、まず1点目、こちらは、はい、これは八つ橋図屏風と言いまして、これは本当に琳派がですね継承してきた題材でして、特にこの光栄の八つ橋図で注目されるのは、光琳や法一は金字なんですね。ですがこの光栄の八つ橋図というのは銀字で描かれていまして、その点が特に注目されているんですね。で、これは武蔵野美術大学の教授である玉虫先生がご指摘なさっているんですけども、その鈴木喜一に銀字の八つ橋図があったということが文献から明らかになってまして、で、残念ながら震災で失われてしまったんですけども、その喜一の銀字の八つ橋図をの、伝統を受け継いで光栄
臨時で安橋図を描いたんだろうということで、その光琳、方一、喜一、そして光栄、その琳派の、まあ伝統的な題材が継承されてきたということが、まあこの作品によって明らかになったんですね。こちらはあの幕府図といいまして、まあ、滝の絵ですね。画面の上から下まで大きな滝がザーッと流れてまして、で、まあ、その一番下の部分にはあの八つ出が生えているんですね。でそういう絵の構図になってまして、特にあのこの八つ出はですね、あの垂らし込みといいまして、あの琳派の特徴的な技法なんですけども、絵の具を塗りまして、その絵の具が乾ききる前に別の絵の具を落としまして、そのにじみですね、それを利用する、まあ、技法なんですけども、それがまあやつで使われていまして、その墨だけで描かれている滝とその垂らし込みが使われたやつでとのこう対照的な表現というのが、まあ美しい絵になってますね。でこちらはあのひまわりにカマキリ、それから朝顔にトンボという、まあ、追服なんですけども、2本でセットになってまして、ひまわりの花にはそのカマキリが、でそれからあの朝顔にはトンボが描かれてまして、まあ本当にあの初夏季節を、まあ、あの上品に表した、まあ、爽やかな作品になってますね。これはあのおぼろ月といいまして、まあ、本当にあの満月をですね薄く描いてあるんですけども、この満月の描く技法というのは外熊といいまして、あのモチーフをですねそのまま輪郭線を描くんではなくて、その逆にその外側に墨を塗って、それでその形を浮き出せるという、まあ、そういう技法によって、まあ、本当薄雲のかかった月をですね表現してますね。月を描き込んだのではなくって周りを描き込むことによって月を浮き出せた、ね、はい、ということですね。ここからはあの絵馬ですね。あの絵馬というのはその、あの神社なんかにこう奉納されるものなんですけども、あの方一も手がけてまして、まあ、江戸時代そのまあ方一だけじゃなくていろんな画家がですね、まあ、依頼を受けて描いて、でそれがまああの神社なんかに奉納されるってことがありまして、で、まあ、琳派の絵師の人たちもそういった仕事を引き受けておりまして、こういうような絵も描かれてるということで、はい、こういろいろなものを本来描ける技量を持っておられた方っていうことなんですかね。あ、そうでしょうね。絵師としての力量は非常に高かった人だというふうに思います。それはあの、まあ、明治にあの内国絵画共進会という、まあ、あの国内の展覧会があるんですけども、まあ、そこにもあの光琳派、まあ、当時はあの琳派の人たちのことを光琳派と呼ぶんですが、光琳派の画家として作品を出品しておりますし、それからもう、まあ、光栄さんの晩年になりますけども、当時 の帝室技芸員がですね光栄に弟子入りしてるんですね。まあ、そういった点から見てもあの絵師としてのその実力というのはまあ非常に高かったんだろうなというふうに思います。絵を通して見えてくるあのかつての先住の姿っていうのも何かこう感じられる部分があったんですけども、はい、そうですね、あのかつて その明治の明治、まあ、明治だけじゃないですけど、かつての千住というのはもう非常に華やかな町であったということですね。あの交通の要所でもあり、それからまあ物流の拠点でもありますけども、まあ、芸術も根付いていて、まあ、非常に華やかな町だったということが、まあ、今回の調査で分かってきたことだと思います。今後もこの調査というのは続けていかれる、はい、そうですね、ですか、はい、博物館としてはあの今後も千住に根付いた文化ですとか芸術を追っていきたいと思ってます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。郷土博物館次回開催の展覧会のご紹介です。今回は足立区と友好都市提携を結んでおります鹿沼市の川上住夫美術館が開催しております版画展のその作品の展示ということで開催いたします。明治生まれの木版画作家でして、はい、あの文明開化調ですとか異国情緒あふれるようなあの木版画をたくさん残された、そしてあの栃木県を中心に活躍された作家さんです。で、あの川上住夫美術館の方がその木版画作家というのを、まあ、新しく、発
掘するということで、現在の木版画作品を募集されまして、その入選作品を今回足立区の方で迎えるわけです。で、見どころとしましては、本当に若い作家さんが非常にたくさん多くご出品されたということもございまして、現在の木版画、現代木版画のですね、最先端の作品をご覧いただけるのではないかなと思うんですね。伝統的な浮世絵の版画から、今平成になりましたけれども、さまざまな木版画だけではなくて、木版画にいろんな技法を加えて新しいこう表現方法をですね、求めた作家さんの作品が一堂に展示されておりますので、なかなかそういった機会をまとまって見る機会というのはなかなかありないと思いますので、そのあたりをぜひご覧いただければなと思います。足立区と鹿沼市は友好都市で、大変結びつきの強い、都市になっています。この機会にですね、ぜひ足立区立郷土博物館さんの方で、木版画の今という現代木版画の世界をぜひお楽しみください。よく地元に帰ってくると飲みに来る同級生のお店です。中学校の同級生が来てるんですよ。こんちゃんつってね、お父さんの後継いでね、頑張ってるんですよ。中学校の時のね、同級生とですね、結婚しまして、なんかね、僕の周り同級生同士で結婚する人すごい多いんですよね。中学生で付き合うとかって何なの？いや、俺の慣れ初めを話すのはよくない。なぜそういうことだっけ？慣れ初めがないんだ。高1の時だもん。そうだね。俺も初めて付き合ったの高1だよ。さっきね、高2の時のファーストキスの公演って聞いた。マジで？西原の俺、ファーストキスの公演って聞いた。一人で。今は一人で。いまだに独身ですわ。そしてここでこうやって一人で飲んでるわけですよ。すいませんね、いつもなんか。いつか奥さんとか連れてこれたらいいですけどね。そうだね、そうだ ね、みんなでね。不安でしょうがない。見てやだ。どうも、今日は駆け足で足立区の町を巡ってまいりましたけども、随分僕も大人になりまして、変わったことも多いですが、その中でも変わらないのはやっぱり僕はこの街が好きだということです。ということで、次回も見てやら。さよなら。